はじめまして、皆様ご存知、庶味大学徒です。というわけで本日は無人島選手でございます。今回はイズルハイバンカさんにお伺いいたしました。はい、バーチャル山梨 VTuber さんでございまして、バチャ山の魅力を発信している方でございます。またロシア語も堪能な方でございまして、国際交流豊かな配信をされているイメージがあったりします。個人的にはね、バチャ山の街並みを紹介する配信だったり動画が印象的でございます。ドローン空撮だったりお祭りを紹介されていたり、なんとなくイメージしているバチャ山がね、大きく変わること間違いなしです。そんなイバンカさんの無人島選手は、エルンスト・ゴンブリッジさんの美術の物語、戦士から現代まで西洋美術の歴史を綴った美術書のマスターピース、豊富な図版と真摯な解説、美術に対する誠意と愛にあふれた一冊です。すさんだ無人島の生活の中でも美を愛でるここを忘れずに過ごしたいですね。サバイバルは自力で何とかしますといただいております。生活する気満々ですね。そんなところでも自分を失わずにいる一冊、その上で、まあ生活、サバイバルは自力でどうにかするとのこと、まあ生活する気ですねと申し上げましたが、個人的にはイバンカさんならね、なんとかなるやろうなぁとは思ったりはします。自分をね、忘れないために美術の本というのはとても優美だなと思いながら、ただ歴史をたどるということはね、ルーツをたどることでございますので、もしかしたら無人島にはぴったりの一冊かもしれないなと思ったりしました。そしてイバンカさんからもメッセージをいただいております。普段は日本語とロシア語の2カ国語で配信をしています。動画ではバーチャル山梨の諸々を紹介しています。おすすめはドローン空撮動画、ぜひご覧になってくださいとのこと。先ほども申し上げましたが、空撮動画ね、めちゃくちゃいいので、はい、よろしくお願いします。あとは配信ですとゲームをされたりね、他にもいろんな動画を出されている方でございまして、シームレスに日本語とロシア語を行き来するような配信はね、単純にビビりましたね。はい、ぜひチェックいただくようにお願いいたします。というわけで、イズルハイバンカさんからエルンスト・ゴンブリッジさんの美術の物語をいただきました。生きることはね、とりあえず一旦置いときながら、自身を見失わないための一冊っていうのが本当にいいですね。大事にしていきたいところ、そんな感じでよしなに。